いや私ね、マリウスもねハロウィンでねファンになっちゃったんですよ。マリウス今2番目ぐらいに好き。まあ俺の中の2番目は4人ぐらい、いや3人か、3人ぐらいいるんですけどね。ジャミール、リリア、マリウス行こう。いやここはねもう後列つけられない、正直。はい、ポンポン行こう。うん、出てきてもいいんだよ、マリウスの力で。うん、レオナ SS が1個もない。そりゃそうか、 SS 来たらだってもう確定だもんね。そりゃそうだよね。何今バカな発言したの。あーあー、てかあのディズニーのさ、リズミックゲーム、リズミックじゃねえ、音ゲー今度配信されるけどさ、あれってさ劇中歌使われるのかな、それともアレンジバージョンみたいなの使われるのかな。でも俺劇中歌がいいな、やっぱ劇中歌が好きだわ。アラジンとかもやっぱ、まあ、アレンジバージョンもいいんだけどさ、やっぱ劇中歌が一番いい。まあ、アラジンに関してはね、声優さん、今の声優さんが歌ってるわけじゃないけどね、なんかの理由で変わっちゃった気がする。多分まあ予想だよこれ、あくまで予想なんだけど、多分お母さんに怒られて。マリウス？マリウス？マリウス？送った招待状が無事に届いたようだな。祝いに来てくれたこと嬉しく思うぞ。音信不通なのよマリウス、来てくれねえ。焦ったわちょっと。故郷では王族として民たちから祝われてきたが、こうして学友たちと誕生日を過ごすのも悪くないな。マレちゃん、もうよかったよかった、来てくれた。もう一枚来てくれてもいい。ジャモーだ。お前は僕を恐れない。恐れない。そんなお前を失うことが僕は恐ろしくなり始めている。何よそれ、彼女？マレウスは友達が欲しいんだよね、ただ単に。不器用だからできないけど。 NRC 信頼な、まあ信頼じゃない、もういいわ、読むのやめよう。おめでとうございます、衣装お似合いですね。そうか、僕は普段白い服は全く着ないから、新鮮な気持ちだ。左のケーキ食えないでしょそれ。茨の谷から出なければこのような純白の服を着て人前に出ることは一生なかったに違いない。嬉しいのね。普段はどんな色の服を着ているんですか。黒い服だ。ドラコニア一族の間では最も高貴とされている色だからな。そういうのあるんだね。王族である僕は幼い頃から黒を基調とした服を着ることが多かった。今回はせっかくの機会と思って袖を通してみたが、白も案外悪くない。マリウスってさ結構周りくどくよね言う癖あるよね。誕生日を迎えてどんなお気持ちですか。別に普段と変わらない。高揚するわけでも感動を覚えるわけでもない。嘘つけ。お前たち人間と違って僕たち妖精族は数年で姿が変わったりしないからな。まあね、まあ確かにね、不老不死ってさ、もし現実的にできたらさ欲しいと思う。俺絶対いらないんだけど、楽しくないもんそんな生きてても。僕にしてみれば人間が誕生日を迎えるときに喜んでいることが不思議でならない。なるほどね。もう何回も何回もそれは味わってるから、自分たちはありすぎてなんか特別感がなくなってるってことね。どういうことですか。いや分かるでしょ。人間は寿命の短い種族だ。100年程度しか生きられないのだろう。マリウスそうやって言ったよね今。誕生日を迎えるということはそのうちの貴重な一年が終わってしまったことを意味する。分かってるよ。それなのに楽しい気持ちで祝えるとは理解しがたい感性だ。そっちなの？あ、どんどんタイムリミットが迫っていくことに対してちょっと落ち込んじゃうの？そんな風に考えたことはありませんでした。うわー、その考えは俺もなかった。鈍感なのか、それとも少年が座っているのか。プンプン。俺さ実は角生えてんだけど、角の上から角生えてるからマリウスの上位互換だよ。
サーティワンアイスクリーム。もしかすると寿命が短いからこそ人間は楽しむことに貪欲なのかもしれないな。そうかもね。やっぱ寿命があるからこそ感動とかもあるし。いや、それは知らない。やっぱりそれは知らない。やっぱり、うん、人によるわ。ごめん、人によった。よし、庭見行こう。すごいな、ホンデッドマンションだよね、もう本当に。学内でも優れた魔法師だと聞きました。特にどんな魔法が得意ですか？え？魔法に関して僕に得て増えてはない。ああ、もうなるほど。ステータスが全てフルなのね。お前たちからしてみれば全てが得意と言えるだろう。カンストマレ太郎だ。そうだ。せっかく皆が集まってくれたのだから何か魔法を使ってパーティーを盛り上げようか。え、やってみて。ちょっと見たい。かつて茨の魔女は瞬時に城中に茨を張り巡らせたという。あ、俺もうこの時点で5章実況取り終わってんで、もう5章の内容は知ってます。うん、まだ投稿してないだけで。僕もそれを真似て茨を生やしてパーティー会場を飾るとしよう。何するの？それは危ないかもしれません。なんでさ、ちょっとさ、距離を置いてんの、マリウスと。意味わかんなくない？そうか。素直すぎん。今日の礼に喜んでもらおうと思ったんだが、なかなか難しいものだな。いや、マリウスは普通にやって、なんかいいことしてくれようとしただけだと思うよ。魔法以外に得意なことはありますか？え？弦楽器の演奏には自信がある。なんでそんなさ、あちこち行くの、話題が。茨の谷にいた頃リリアに手ほどきを受けたからな。マリウスもオーバーブロットすんのか、やだな。僕は幼い頃あまり外出を許可されていなかったから城の中で一人で過ごす時間が長かったんだ。なんか角でさ、パワー貯めてビームとか打てないのかな、角から。おかげでたっぷり練習ができた。ほとんどの弦楽器を弾けるぞ。なんかいるよね、たまにそういうアニメキャラクターとか。中でもバイオリンやチェロのようなクラシック音楽の楽器が得意だ。へえ、おしゃれだな。ペンペンペンペッペレペン博士太郎じゃん。実は以前リリアに誘われて入部を検討したことがある。うん。だが見学に行った際、用意してあった機械仕掛けのバイオリンをうまく扱えなくてな。どういうこと？難しいのかな、人間の世界のは。耳をつんざくような快音が鳴り響いて、その場にいた生徒をそっとさせてしまった。どういうこと？快音が鳴り響くバイオリンって何？確かダイヤモンドも泡を吹いて倒れていた。失神してんじゃないの？リリアは笑っていたが、みんなには悪いことをした。どうしたら泡を吹かせられるの？それ以来軽音部には顔を出していない。今後も入部することはないだろう。最強じゃねえか、そのバイオリン。何？マリウスは一人で何でも考え込むんだね。なんか自己完結するタイプだね、やっぱり。ご家族から何か連絡が来ましたっけ？ああ、唯一の肉親であるおばあ様からメッセージカードをいただいた。おばあ様まだ生きてるの？何歳ぐらいなの？おばあ様は茨の谷の女王。僕が遊学中は公務を一人でこなさねばならずご多忙なはず。おばあ様何歳なの？本来手紙を書く暇もないほど多忙な方なんだが、それでも毎年欠かさずカードを送ってくださる。見たいんだけど、おばあ様を。おばあ様のお心遣いでは頭が下がる思いだ。ちょっとマリウス、その角で運んできて。おばあ様いけるでしょ。うーんうーんって。しかもカードにはいつも祝いの言葉だけでなくバラの種が添えられていた。バラの種？なんで？茨の谷にいた頃は毎年城の庭に植えていた。おかげで今は立派なバラ園になっている。バラ？え、ここでもバラが出て、なんでバラ？すごいですね。
まあそのバラもバラバラになっちゃうんですけどもね。うるせえ。さあ、花が咲き誇る様ももちろん美しいが、散った後のバラへの感性で趣深いぞ。花とかさ、やっぱ自然っていいよね。僕の自慢の庭園だ。もしお前が茨の谷に来ることがあれば見せてやろう。見る分にはすごい楽しいけど、世話とかしなきゃいけないなってなった時は絶対に俺はやりたくない。好きな食べ物は何ですか？氷花だ。炎を吐くと口の中が熱くなる。そんな時に頬張ると格別な味がするの。氷花？はあ。近頃は様々な種類の氷花が作られているからな。味や見た目を比べるのも面白い。そういえば最近、棒の部分に当たりと書かれたものを発見したんだ。下ネタかい？珍しいだろう。珍しいね。貴重な品なので大切に保管している。学園を卒業したら茨の谷へ持ち帰るつもりだ。へえ。飾ってあんのか。なんか博物館みたいなありそうだよね。嫌いな食べ物は何ですか？ホールケーキだな。甘いものは嫌いではないが、あれは大きすぎる。マンマ、マンマ！今のビッグマムの真似。誕生日などで供されるんだが、胸焼けがして最後まで食べきることができない。どんぐらい？サイズによらん？いや、その何段重ねるものをケーキはさすがに無理よ。一人じゃ、一人で食べるものではありませんよ。もちろん知っている。祝い事の時に共に食べるものがいなかったんだ。ほら、マリウスはね、ダメなんだよ、そこいじっちゃ。すコンプレックスなんだから、一人でいることが。今日のパーティーではみんなで食べましょう。そうだな。そうすればホールケーキへの印象も変わるかもしれない。楽しみだ。素直だな。一番素直かもしれん。だって表情によく出るもん、マリウス。改めてお誕生日おめでとうございます。素直だな。かっけえ。さすがマリウス、いいね、風格あって。なんでちょっと画面暗いの？今俺の携帯の画面が暗いのかと思ったわ。終わり。